眠り狂四郎、ニューヨーク恋物語、古畑任三郎など数多くの代表作を持つ名優、田村正和さん。昔の若い頃も年齢を重ねた今現在も、とてもかっこいいですよね。その田村正和さんに関して、病気の噂があるようですが、その真相は？また、父親が歌舞伎役者で俳優の坂東妻三郎さんで、兄弟も俳優など、その超豪華な家族、結婚や妻、子供、娘のことも関心を持たれているようです。その田村正和さんについて、年齢や身長体重、高校大学、経歴などウィキプロフィールとともに調べてみました。田村正和さんのプロフィール、名前、田村正和、本名、同じ、出身地、京都府京都市右京区、生年月日、1943年8月1日。年齢、74歳、執筆時、身長、174センチメートル。体重、52キログラム。学歴、成城学園高等学校、成城大学経済学部卒業。職業、俳優、所属事務所、神話事務所。田村正和さんは1943年に京都府に生まれ、その後東京、世田谷区成城へ移住します。父親は歌舞伎役者で俳優の坂妻こと坂東妻三郎さんでしたが、9歳の時に父親を亡くしています。田村正和さんの芸能界入りのきっかけは、高校在学中の1960年、兄の田村貴博さん主演の映画、旗本愚連隊の撮影現場を見学したことでした。同映画の端役として出演した後、翌61年に松竹大船撮影所と専属契約。同年9月、成城学園高等学校在学中に、映画、永遠の人で本格デビューを果たします。永遠の人より。以後、時代劇、現代劇を問わず、数多くのドラマ、映画、舞台に出演。1966年に松竹専属を離れ、フリーとなるも、脇役ばかりが続きますが、1970年の木下圭介、人間の歌シリーズ、冬の旅で人気に火がつきます。さらに、1972年のテレビ時代劇、眠り狂四郎は当たり役となり、大ブレイクし、広く人気を獲得。同シリーズは田村正和さんの代表作の一つとなりました、眠り狂四郎シリーズより。以後、数多くの人気作品で主演するスターとしての地位を確立。田村正和さんは80年代、ホームコメディでブレイク現在。当初は2枚目役を主に演じていましたが、後年は3枚目役でも新境地を開き、特に80年代以降、ぶちの子に限って、子供が見てるでしょ、パパはニュースキャスター、パパは年中苦労する、などの数々のコメディドラマで活躍。うちの子に限って、より、2枚目役としても、1988年、ニューヨーク恋物語、などの恋愛ものに数多く主演しています、ニューヨーク恋物語より。また、90年代の田村正和さんの出演作で外せないのが94年に始まる刑事ドラマ、古畑任三郎です。古畑任三郎より、同作品の古畑任三郎役は当たり役となり、同シリーズは10年以上にわたって続く人気作となりました。三谷幸喜さんと元妻、小林里美さんについて。2000年代に入っても、さよなら、ウォズ先生、お父さん、誰よりもママを愛す、などで主演するほか、数多くの作品に主演、出演。近年も、2012年から14年にかけての、テレビ朝日開局55周年記念ドラマスペシャル、シリーズや、2014年、親父の背中、2016年の、松本清張ドラマスペシャル地方紙を買う女作家、杉本隆二の推理、2018年の、眠り狂四郎ザファイナルで主演するなど、70代を迎えた現在も、俳優として第一線で活躍を続けています。田村正和さんが病気。田村正和さんについて、近年は病気説が盛んに出回っているようです。2013年11月頃に亡くなった説が出回って一時大騒動になったみたいですね。田村といえば、昨年11月半ばに死亡説が業界内で飛び交った。
噂はあっという間に拡散し、大勢の報道陣が自宅前に押し寄せる騒動に発展。死亡説、流れた田村正和会見でたけしに、悪ノリ、の健在ぶり。ただ、この時は事務所がその日のうちに、体調に問題ありません。本人も驚いています、と完全否定しています。また、2017年4月11日発売の、女性自身、では、田村正和さんの心臓手術や激痩せについて報じられています。2016年3月12日放送の松本清張ドラマスペシャル地方紙を買うオンナー作家、杉本隆二の推理、以来、1年ほど出演作がなく、また実際に以前に比べかなり痩せているように見えたため、病気を心配する声が多く上がったみたいですね。報道では、医療関係者の田村さんは冠動脈性心疾患の手術をしたそうなんです、というコメントを掲載。さらに、手術では狭まった冠動脈を広げるために6個ものステントを入れたとし、また最近の仕事セーブは、完璧を求める性格の田村正和さんの決断によるものではないか、としています。ただ、その医療関係者からの情報をもとに、同氏が田村正和さんに直撃取材したところ、ご本人はステント手術については否定しています。田村正和さんが激痩せ。一方で、激痩せについてはご本人も認めていて、自身の体重が 52kg であることを明かしています。田村正和さんの身重は 174cm ですので、52kg というのはかなりの痩せ具合になりますね。ただ、田村正和さんは70代も半ばを迎えていますので、病気というよりは加齢によるものかもしれません。当時、田村正和さんが2016年3月12日の松本清張スペシャル地方紙を買う女以来、1年以上出演作がなかったのは確かです。しかし実際には、2017年春から約1ヶ月間にわたり、京都、うずまさでフジテレビ、眠り京四郎ザファイナル、2018年2月17日放送を撮影しており、特に体調に大きな問題はなかったものと思われます。また、視聴者へのメッセージとして、見どころは、この年でもこのくらいできるところかな、笑。とコメントし、健在ぶりをアピール。作品の出来にも自信を覗かせています。田村正和さんの父親、坂東妻三郎さん。田村正和さんの父親は、端正な顔立ちと卓越した演技力で親しまれた往年の名俳優、坂妻こと坂東妻三郎さんです。かっこいいですね。田村正和さんは父親にだったのでしょうね。坂東妻三郎さんは1901年に東京、神田の木綿問屋に生まれ、当初は裕福でしたが、後に父親が事業に失敗し、破産。その後、16歳で歌舞伎界の門を叩き、1919年頃から映画界で活動を開始。長い下積み時代を経て、1923年に牧野プロダクション入りし、24年の映画、火の車傲慢、解決高、念ゆる渦巻き、などで絶大な人気を博すようになります。そして1925年に自身の映画会社、坂東妻三郎プロダクションを、京都渦政に設立。田村正和さんの父、坂東妻三郎さんは映画の聖地、京都渦政の生みの親だった。現在渦政といえば、東映渦政映画村で知られる東映京都撮影所や、松竹京都撮影所で知られ、映画の聖地として非常に有名な場所ですが、当時は何もなかったのだそうです。以後、坂東妻三郎プロダクションを皮切りに、様々な中小映画会社が集結するようになり、それがやがて松竹や東宝などの大映画会社へと集約されていき、現在に至ります。坂東妻三郎さんは、現在の映画の聖地、渦政の生みの親とも言える存在ということになります。田村正和さんの父親は俳優としてのみならず、実業家としてもすごい人だったのですね。その後、同プロダクションは解散しますが、坂東妻三郎さんは俳優として時代劇、現代劇を問わず、数多くの映画作品に主演し、修正、大スターであり続けました。そして1953年7月2日、暴れ死し、撮影中に体調を崩し、その5日後に脳内出血により逝去。
51歳の若さでした。田村正和さんは四兄弟。田村正和さんの父親である坂東妻三郎さんには5人の子供がおり、皆息子さんです。4人は正妻との間の子供で、田村正和さんは三男になります。また、婚外子として俳優の水上康弘さんがいます。田村正和さんの長兄、田村貴弘さん。長兄の田村貴弘さんは1928年京都生まれで、同志社大学を卒業後、商社勤務を経て、1953年7月7日の父親の急逝に伴い、木下圭介監督や親族からの勧めで松竹に入社。1954年の木下圭介監督の映画、女の園でデビューを果たします。女の園より。以後も同監督作品、二十四の瞳、喜びも悲しみも幾年月、笛吹川、などに出演し、人気を博すようになります。63年にフリーになって以降も、65年からの、兵隊ヤクザ、シリーズでの勝慎太郎さんとの共演や、80年の映画、天帝のいらか、での鑑真役、81年の映画、泥の川、など、数多くの作品で名演を残します。2006年5月16日に脳梗塞のため急逝。77歳でした。田村正和さんの次兄、田村利馬さん。次兄の田村利馬さんは1938年京都生まれで、慶応義塾大学経済学部卒業後、一般企業に勤務。会社員時代に、兄弟の出演作品に一部出演していた時期があったそうですが、俳優業を本業とすることはなく、1966年に会社を退職した後、兄の田村貴弘さん、弟の田村正和さんのマネージャーとなります。その後、実業家に転じ、1980年に田村産業株式会社を設立。93年に社名を株式会社タムサプライヤに改称。同社では、水防資材、屋外用テーブル、チェア、パラソル、健康志向食品、炭酸泉装置、除菌、消臭剤等を取り扱っており、河川水害防止資材を建設省や地方自治体等に納入した実績もあるとのことです。田村正和さんの弟、田村亮さん。田村正和さんの弟、田村亮さんは1946年京都生まれ。本名は、田村幸輝と言います。1965年、成城学園高等学校3年生の時に、破れ太鼓に出演。ただ、同映画は父親の坂東妻三郎さんの13回忌企画ということもあり、本格デビューではなく、お付き合いのつもりだったそうです。翌66年の映画、暴れ坊右衛門で本格デビューを果たし、69年に俳優小劇場養成所に入所。以後、数多くのドラマ、映画、舞台に出演。兄の田村貴弘さん、田村正和さんとは対照的に、2時間ドラマを中心に活躍し、特に山村美沙原作の作品には毎年のように出演しています。田村正和さんの結婚、嫁について、田村正和さんの奥さんは、3歳年上で名前を和江さんとおっしゃるそうです。こちらが結婚式の様子です。和江さんは一般人で、また田村正和さん自身、プライベートを語らない人ということもあり、ほとんど情報は出回っていないようです。ただ、2006年10月18日の現代で、プライベートを語りたがらないことでも有名、銀座の老舗紳士服店の令嬢、和江夫人との間に、30歳を超えた一人娘がいる、と報じられていました。奥さんは社長令嬢だったのですね。娘さんも一人いらっしゃるとのことですね。現在は40代くらいになりそうですね。娘さんについてもほとんど情報が出回っていないみたいですね。ネット上の噂では、咲子、咲子さんとおっしゃるそうですが、確証はありません。田村正和さんの娘さんは、南国酒家、オーナー夫人。また、ネット上のブログ日記などで娘さんについて、社長からは高級いちご、南国酒家のチーフ様からはエビシューマイのお土産をいただきました。とてもハンサムなチーフ、こちらの方、田村正和さんのお嬢様のご主人様です。彼は学習院の卒業で、
この南国シカのオーナーが学習院の同級生。びっくりしたのは、その奥さんは田村正和のお嬢さん、と言及しているものがある、あった、ようです。南国シカは、東京、神奈川を中心に、名古屋、富山、新潟、福岡など、全国各地に展開する中華料理レストランチェーンです。これらの情報を信じるならば、田村正和さんの娘さんは学習院大学卒の南国シカオーナーの元に嫁いでいるということになりますね。田村正和さんの実家は京都、ぶずまさに1000坪の敷地があったそうで、奥さんの和江さんも銀座の老舗紳士服店の令嬢です。名家の娘は名家に嫁ぐものなのですね。以上、田村正和さんについてでした。